はい、どうも皆さんこんにちは。2020年10月4日の日曜日ですね。で、今日はお話ししたいのはサムネイルにもあったんですけど、実は私がしたツイートがちょっとしたバズりを見せてます。まあ、今現在もまだ3時間前なんで、どん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 増えてるんですけど、もうインプレッションとかがもう十何万件とかで、現在もまあいいねとかリツイートとかされてて、まあ、すごいなツイッターって思ったんですよね。まあ、インプレッション今125,717、メディアの再生数が6万、おすげえ増えてる、65,505回で、エンゲージメント係数が12,000とか、ちょっと私もそこまで詳しくは分かんないですけど、まあ、これぐらい の影響があると。でもちろんこれが自分がすごいとかじゃなくて、まあ、もちろん松本さんとか中居君がね言ってる発言が、まあ、めちゃめちゃ影響力があるので、毎週ね日曜日にワイドなショーっていう、ね、松本人志さんが出てるのを楽しみに見てて、その内容の中ですごく自分が、あ、やっぱさすがに松本さんならさすがいいこと言うなって、で中居君もそれに対してそうだよねって言ってたことがあって、それがこんなツイートになったんですけど、このツイートした理由っていうのも、そう、 SOS を出しましょうよっていう活動をしてるじゃないですか。でアナウンサーの人が命の電話のなんか番号と、ね、相談 LINE のなんだっけ、生きづらい人だっけな、載せててこれに相談してくださいって言ったんですね。でそしたら松本さんがうーんって、そこに電話するほどの人は死なないんじゃないかなって言ったんですよ。 SOS が出せない人がそうなっちゃうんであってっていう話をしてたんですね。で中居君もそれに対して分かるよって言っててくれて、で僕もそれ今までは正直片っぽの気持ちしか分からなかったんですよ。そういう、まあ、元々プラス思考だし、めちゃめちゃポジティブだし、なんかそういう死んじゃう人の気持ちって本当に分かんなかったんですよ、今年まで。だけど今年あることで実は僕体調崩しちゃったんですね、仕事で。それで会社のお休みももらったりとかして、ちょっと詳細は省きますが、そんなことで死んじゃう人の気持ちがやっぱり分かんない人ってやっぱ本当に分かんないんですよ。それをこちらがどう言っても分からないんですよ。友達とこの間飲んでて、やっぱり最近そういう芸能人の方の亡くなったりする悲しい事故多いじゃないですか。そういうことに関してもやっぱりなんでそうなんだろうって、そんなこと思わないけどなっていう人って、そこで思考が止まっちゃうんですよ。それより先に考えようとしないじゃないですか、死にたい人の気持ちなんて。だけど自分がそういう仕事でもう落ち込んで、もうなんか体も変になっちゃって、で会社から仕事休んでくださいっていう命令が出て、で休みになった瞬間に治ったんで、やっぱり仕事だったんですよね。まあ結局は人間関係でしたけど、ほんでね、なんでそうなっちゃったのか全然考えなかったんですよ、その休みをもらってる間は。だけど、なんて言うんだろうな、この半年間でなんでそうなっちゃったのかをすごいちゃんと考えたんですよ。今後のためにこういうことをしなければこうならなかったなとか、こう言わなければとか、考えなければよかったということも結構多くて、っていうのも自分の分析ですけど、なんか例えば人によっては映画を見たりすると気分が上がったりとか、美味しいものを食べたりすると気分が上がったりとか、でもやっぱりずっと上がり続ける人っていないんですよ。どっかで落ちるんですよ。でその幅でみんな生きてるんですよ。で落ちすぎたら本当にね、そういう人も、ね、自分から死んじゃう人もいると思うんですけど、上がりすぎてずっと上がりっぱなしの人っていないんですよ。でどうなっていくかっていうと、人間って下がっていくじゃないですか。そうすると何か食べたりしてちょっと上げるんですよ。そうまた下がっていくんですよ。明日仕事がはーって、それで寝るじゃないですか。ちょっと上がるんですよ。でまた食べたり、誰かと話したり、映画見たり、ね、好きなアイドルの DVD を見るとかさ、歌を歌うとか、そういうことで上がっていくんですよ。でその上がりがどんどん、そうちょっとずつしか上がらなくなっていって、どんどんそれが上がってるつもりが上がりきれずに落ちていくんですよ。ちょっとずつちょっとずつで、気づかないうちにはもう SOS が出せなくなってるんですよ。すごくその自分が今までの一番やばかった時期と考えるとそうだったんですよね。なる前に自分でやっぱりそのセルフチェック、セルフメディカルチェックじゃないですけど、そういうカウンセリングに行くとか、ちょっとずつちゃんとメンテナンスしていかないと人間ってどんどん壊れていくんですよね。で意外とその死というものが近くにある感覚がないじゃないですか、自分たちって。でも意外と近くにあるんですよ。それに気づかされたんですよ、皆さんが。今回の有名な方のそういう自分でね亡くなっている方たちを見て、だから僕はもともとすごいポジティブでいつも前向きだったけど、
あることを境にそういう気持ちになっちゃった。だからどっちの気持ちも分かるっていう、なんだろうな、どっちの気持ちも分かるって言うとなんか半分血が入ってるじゃないけどさ、鬼滅の刃の根津子的などっちつかずでもどっちも分かるみたいな人が命の電話を取れればいいと思うんですね。命の電話って実は歴史が長くて、もともとロンドンで1953年に作られたものらしいです。でああいうちょっと何だろう、土地柄雨が多かったりとか曇りが多い国ってどうしても日照時間が短いじゃないですか。日照時間が短い国と日照時間が長い国で精神的な病にかかっちゃう人の割合がやっぱり日照時間が短い方がダントツで多いんですよ、確率としてね。でそのまあロンドンでもともと最初に作られて、で日本では1971年にできたと。で10月の1日にできたんで今から49年前とかですかね。で歴史長いんですよ結構。だけど、だからそれができたからって自殺がめちゃめちゃ減ったかっていうとそんなに減ってないですよね。である時は出生率とさ死亡率、自殺も含めて半々同じぐらいになった年も、ほとんどそうなんですよね。人間の命ってうまいこと回ってるなって昔ね松本さんが放送室ってラジオで言ってましたけど、いやそうで、まあ自殺のする人たちを減らそうっていうのももちろん僕の頭の中ではあるんですが、死んだ時に言ったら自分だけのことじゃないじゃないですか。周りの悲しむ人たちがめちゃめちゃいると、一人も悲しむ、ね、人がいないなんてことはないので、絶対それが活性する、それをなんとかしたいなって思うんですよね。それが手遅れになる前に、そうだからその変化に気づくって難しいんですよ。ああ本当に普通なんだよ見た目はね。だけど死んじゃう人は明日ポロッと、ね、死んじゃう人もめちゃめちゃいるんで、そう僕の先輩もねそういうのを、まあ、見たわけじゃないけど、その親戚かな、その人の親戚がある時見ちゃって首をつって亡くなってる、まあ、親族っていうんですかね。でそれからはすごいもう電気つけてママじゃなくて寝れないとか、だからそういう竹内優子さんもそうだったと思うんですけど、次前の日も普通にだったし、その日も普通だったし、だから分かんないんですよね人の気持ちなんて。やっぱり見せないですよ、普通相談しないですよ。それは恥ずかしいから相談しないとかじゃなくて、なんか相談するタイミングだったり、なんて相談していいかも分かんないですよ、落ちるところで落ちちゃってるから。なるとやっぱりどうにかしたいなって思います。だからそう、何も気持ちが分かんない人が命の電話に出てもなんかね、なんだろう、僕は昔そういう気持ちだったんですよ。ポジティブでいつも前向きな自分みたいな人がやればみんなに分けれるかなって思ったけど、でもさ分かんない人に、あなた分かんないでしょそんなこと言われてもっていう人に俺は相談できないから、やっぱりそういう人たちが集まってで、なんだろう、そういう団体が作れればもうちょっと違うのかなって思うんですよね。やっぱりその一人でじゃあいるのがダメなのかって言ったら、じゃあいや家族いる人でも死んじゃう人いるじゃないですか。だから違うんだなって、やっぱどっか孤独があるんですよ。誰といても何人でいても楽しくしててもどっか心の中にそういう一つあるんですよ。そうだからそれを何とかしたいなと思いつつ、なかなかそうはできないという難しい問題を、まあ、日本はね命の電話ができてから49年間もずっとあるわけですから、なんとかしたいですね。なんでこの動画見た人でちょっとなんかこういう風にしたらどうかなとか、このコメントとかいただければと思いますので。でそうさっきのツイートをねしたんですけど、今はおーすげえ、いいねが247でリツイートが45です。それなりにいろんな人に見ていただいてるんだなっていうのは実感はあるんですけども、まあ、これ見て自分はね、自分だけじゃなくて他の人も共感してくれるってことはどっちの気持ちも分かる人なんだなと思うんですよ。だから本当少しでも力になりたいってちょっと思ってはいるので、相談もいいですけど、こういうことしたらいいんじゃないかなっていうねことがあればコメントいただければと思いますので、はい、こんな感じで今日は動画終わりますが、はい、まあ、ちょっと次は どんな動画出すかちょっと決まってないですけど、はい、また見ていただければと思います。ちょっと長くなってすみませんでした。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。